じゃあ参りましょう、ようこそミラ恋の部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。そうですね、先ほどメンバー発表あった2月26日日曜日2試合ですね。ダイナボアーズとグリーンロケッツということと、コベルコスティーラーズと、埼玉ワイルドナイス、メンバー発表を見て、一人座談会やっていきたいなと思います。それともう本当に実はもう何気にしれっとやめようかなと思ったんですけど、また仲間内からですね、どうしたんだと、解説者の、注目選手当てはどうなってんだというふうなご意見を頂戴してですね、すみません、全然当たんないんで、しれっとこれもうフェードアウトしていこうかなと思ったんですけど、やっぱ抜け目ないメンバーがいてですね、もう続けるって言っただろうということで、まあ継続をテーマに、まあ本を出させていただいてるのもあるんで、すげえやりたくないんですけど、本当に当たんないんで、もう本当に当たんないんでやりたくないんですけど、ちょっとやっていこうかなと思います。ということで、まずはですね、あれですね、ダイナボアスグリーンロケッツ、これね、結構ね、グリーンロケッツ、すみません、ちゃんと見てなかったんですけど、かなりベルブイッツといい試合したんで、ダイナボアーズ、これちょっと本当に、ランキングダイナボアーズの方が上じゃないですか。いや、これちょっと本当に、ちゃんとやんねえと、ダイナボアーズ全然食われるぞ、みたいな、感じは、ひしひしと感じますね、これ。楽しみだなぁ、なんて思いますが、ダイナボアーズということで、失礼しました。メンバー見ていきましょう。坂本くんもいて、ヘモポがいるのはいっぱいいいっすよね。で、岩村キャプテンは東証だよなぁ。で、今回はシルコックがスタメンですね。スタンドオフで。奈良選手、ウィングランスね。なんかセンターのイメージが強いですが。ヘンリー・ブラッキン買っていいっす、ロナと。で、野生さんがリザーブにいるということですね。マット・トゥームーアと。感じでございます。で、グリーンロケッツは久保選手、この前良かったですよね。あ、すっげえ良かったよな。すみません、久保選手だけじゃなく上田選手だ、上田選手も良かったですよね。久保選手、上田選手良かったよな。いや、でもこの前グリーンロケッツ全員良かったわ。大俣選手のあの当たりはかっこよかったな。クリスチャン・ネマニーいいっすよね。ネマニーいいっすよね。で、レメキのドロップゴール、なんかドロップゴールがうまいっていう表、ね、肩書きあるのいいっすよね。っていうことで、リザーブもフミ選手いてね、トム・マーシャル、ティム・ベネット、もうメンバーバッチ。これちょっとね、マジでダイナボアーズ、これ、グリーンロケッツにもし食われたらですね、前半の貯金を結構落としていくっていう感じなんじゃないかなっていう気がします。で、もうじゃあやっていきましょう。このグリーロケッツとダイナバース、菊谷さんなんだよな。解説者、菊谷さん、俺一番わかんねえんだよな。一番わかんねえ。いや、どうしよう。菊谷さんか。だからダイナボアーズはですね。いや、これむずいな。なんか坂本選手っていいくなっちゃうんだよな、どうしても。いや、もう坂本選手で、やっぱりもうすいません、三浦バカの一つ覚えかもしれませんが、もう当て、もう絶対坂本選手だということと、グリーンロケッツは逆にこれね、いろいろいるんだよな。で、同じポジション的に言うと亀井良、なるほど。ニック・フィップス、俺本当わかんねえんだよな。菊谷さんの思考が、ネマニで、ネマニでいきます、ネマニで。もうこの企画やめてよ、マジで。もう本当に当たんねえんだもん、これ。ということで、すいません。もう一回言いますが、坂本選手とネマニ。当たんねえだろうな。よし、じゃあいきます。続きましてですね、スティーラーズとワイルドナイス。ちょっと一区の動画がまだ上がってねえんじゃないかなと思って、大体ね、一区の動画見てから撮るのがいいんですけど、まあしょうがないということで、スティーラーズワイルドナイツということで見ていきましょう。スティーラーズこれ勝ったら8位な。でもなんかスティーラーズがなんかすごいピシッとハマった時
が一番ワイドナイツに勝てんじゃねえかななんていうそういう考えもなきにしもあらずですね、石井選手、松岡選手、前田選手、なるほどね、あくっつい大丈夫かね、体力もずっと出てるけど、リースーシンも、バックマン、なるほど、バックマン出たり入ったりだからな、いや、メンツいいよ、まあ、マイケル・リトル、リザーブ、なるほど、バックマンだと、ああいうことと、ワイドナイツ。いやもう稲垣先生100キャップ目おめでとうございます。もうこれ101ですね今回、だから前回とちょっと前さん変えてきてると、あだからリザーブの入れ替えですよね。あリアン・ミッチェル、エセイ・ハンガナ、ベン・ガンター、あああれかデアハーがお休みか、ボーシュ、コーネーセン、もうこの辺は最強だよね。内田選手、松田選手、野口隆司選手、ダミアン、ディアレンで来たな。この前谷選手良かったですね。慶応のスピードスターいいぞということで、ディアレンで、ライリー、山沢拓也選手の何ですかあのステップ、スワーブ、もうやばい、もう天才、こういう言っちゃいけない、もう努力もあるからね、天才だよな。でも、福井翔太リザーブとか、大沢選手リザーブね、なるほど、素晴らしいっすね。まあちょっと大沢選手しばらく出てたんですが、今回は、まあ、ディア・リエンディを行ったということでございます。ですね、これは、解説は、村上さん。村上さん、京都関西好きの村上さん。誰言うんだろうな、バックマンだな。久しぶりに なんかちょっとあれだな、バックマンと、ディアリエンデセンターポジションつながり、いやなんかこれさっきより自信あるぞ、これさっきより自信あるぞ、これバックマンとディアリエンデということでいきましょう。で、まあ、昨日メンバー発表見てのやったんですが、司令とその解説者予想を外してたらすっげえツッコミが来たので、もう一回行きますということで、ブラックラムズ、ライナーズ、ブラックラムズはね、これちなみにこれはブラックラムズとライナーズ、大西さんか、俺大西さんもマジわかんねえんだよな、いつも当たんねえんだよな、大西さん、大西さんてかね、ハドレーパークスって言い過ぎなんだよな、みんな。だから大西さん多分外してくんじゃねえかな、ということで、あ、同じポジション対決とかで見るのはどうかな。いや、でも、いや、そういうわけにはいかねえ。大西さんどこ行くんだろうな。これもう本当わかんねえ。もういいや、俺が解説者だったらっていう前提でいくか。もうそうしよう、わかんないときは。今のブラックラムズで言うと、やっぱり、マッカランですね。もう本当に今、本当、若い力としてですね、いいんですよね。マッカランだな。ブルディ・マッカラン。違えか。いや、ですね、僕だったら、メインタイラーと。メインタイラー。もうそろそろ爆発と。まあ、定期的にパフォーマンスいいんですけども、そろそろ爆発ということと、ライナーズに関してはですね、この前よかった。フィフィタって毎回言ってんだけど、全然言わねえんだよな。解説者。じゃあメイン、タイラーの、トイメン、ジョシュはノーラ選手。いいんですよね、スコア。スタッツが。ジョシュア・ノーラ選手と、はあ、いうことで、自信なしということですね。じゃあ次行きましょう。スピアーズとブレイブルーパス。これはもう、ちょっと当てに行くぞ。これ、スピアーズ、これ誰だ、スピアーズ、ブレイ。後藤さんじゃないですか。後藤翔太さんじゃないですか。日曜日、ぜひ、生配信お願いします。ということで、後藤さん。だていうか、後藤さん、もしかしたら、このタイミングで、俺のこの動画見るかもしれないから、言ったら外してきそうなんじゃないかな、みたいな。まあ、そういう戦いもあるっていう、この駆け引きですね。
ちょっと待てよ。いや、この前、木田晴斗選手が言う、やっぱりあれだったら根塚ファンデンフィーハー、ファウルマキシ、そういうのはトゥパフィナウ、ブルブリング、ブルブリングでもこの前出たと、マルコン・マークス。上森陽太選手とかどうですかね。うん、上森選手、未来の日本代表一番候補の上森選手というちょっとマニアックなところ攻めてみて、そうなってくると木村誠南選手って言いてんだけど、まあ、ちょっとそこは、どうしようかな。ブレイブルーパスは、いや、これはもう、うん、タマニバルで、タマニバルこの前いなかったんで、タマニバルでお願いします。後藤さん、でもまあ、わかんねえな。いうことです。自信ね、もう全部自信ね。いや、でもまあ、なんかちょっとな。うん。で、ブルーレブスとサンゴリアスは、ちょっとね、ブルーレブスとサンゴリアスは誰だ？ちょっと待ってくださいね。さっきメモって、藤井さん、村上さんのコンビか。よし。じゃあもうこれ、もう今決めました。クワッカスミスと橋本龍河のナンバー8対決ということで、お願いします橋本龍河選手のスタメンということでね、そこをやっぱフォーカス当てて、その同じポジションであるクワッカスミスということでいきますすいませんね、もう、いや、本当に楽しみにしてくれてる人数名ぐらいはいらっしゃるんで、ちょっとやらさせてください。出た、ベルブリッツ、キャノンイーグルス、いくぞ。これはですね、ベルブリッツ、この前してルルーのスタンドオフだよな、それちゃで、ファルコンフルバックだよな。あ、これも決まったわ。これ、誰だ解説。解説者は、藤島さんか。藤島さんか。藤島さんはちょっと俺一番当ててんだよな、藤島さんのあれを。一番って言っても大して当たってねえんだけど。ちょっと真剣、もうちょっと真剣に。高橋大志選手一回言ったんだよな、藤島さん。あ、決まった、これも。ウィリー・ルルーと田村龍で、お願いします。これ、スタンド、もう今回同じポジションで結構攻めてみようかなと。ああいう感じでございます。っていうか、もう本当に今回、2人以上というのは2人も含むんですけど、2人以上当たんなかったらこの企画マジでもうやめます。もうマジで当たんないんでこれということで、すいません、なんか変な動画になってしまいましたが、まあ本当に数名の方だと思うんですけど、楽しみにしていただいている方もいらっしゃるんで、やってみましたということで、明日明後日リーグワン、楽しみにしましょう。あ、スーパーラグビーも開幕してるし、あとは今週末はあれですよね、シックスネーションズですね。うわ、また大変だ。なんですが、ちょっと明日はちょっとパーティーとかもあったりするんで、もしかしたら動画届けられないかもしれませんが、またよろしくお願いします。で、あさって後藤さんですね。ぜひ、生配信での投稿お待ちしてます。それでは。